はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビと歌い方講座の時間となりました。今日はですね、男性歌手奥山英二さんね、ご存知の方もいらっしゃると思います。なんか東北の方でね活躍されているようでございますけれども、この方の新曲6月16日発売になっておりましたけれども、題名はうまい酒。私も日本酒から滑っては洋酒からもう嫌いな酒はないんですけれども、かといってあんまり高級な酒はもうね経済的に大変なんで安い酒ばっかり飲んで、そのいいところを私もね、楽しんでおりますけど、そのうまい酒を奥山英二さんが今回はリリースされておりますんで、この曲をねレッスンをしていきたいと思います。まあいわゆる居酒屋風のところで飲むもよし、まあ今ちょっとコロナでなんか居酒屋も人数制限と時間制限ございますから、こういう酒飲みたいと思いますけど、やっぱり酒の友がいないとやっぱりね気持ちもね、ちょっとねいまいちかなというのもございますけれども、私はいつも自宅で晩酌で結構飲みますけれどもね。それでは奥山英二さんのこううまい酒、ちょっとね渋くならない、結構割とこうトーンが高いんですけれども、最初はこう飛ばす感じで高音でねロングで飛ばしますんで、しっかり声が出るようにお腹を使って横隔膜をしっかりね張らせながら十字座に歌ってくださいと。あと拳もこまめにこう小刻みにこう使えればいいと思いますけれどもね。それでは、3コラスございますけど、1コラスをね、一度ちょうどまだ慣れてませんけど歌ってみたいと思います。原曲で歌ってみます。
乾くよ。ここの出だしちょっとやってみましょう。さあ、はい、やけに心が乾くよはね、しっかりこう丁寧に歌っておいてね。次は一人で自宅のまたもう一つ酒がいい。ここも同じ漢字の出だしは音が違いますけど、こうだいたい伸ばし一緒ですね。ひとり手弱の、ここは三拍伸ばして拳だから、あの十六音符ですから、ひとりとりで、ややこう母音生かして息入れてもいいですから、とりてじゃく、じゃはちょっとポイントですから、てじゃくの、てじゃくのですね。ひとりてじゃくの、じゃがちょっと拳、てじゃくので、拳入れた方がいいでしょう。で、一拍前に休んで、酒がいい。ここもちょっとこう甘みをつけて、酒がいい、酒がが母音ですから、ちょっと反拍がいいですね。酒がいい、これじゃあ一人で弱からいきましょう。せーの、はい、ひとり手弱の酒がお酒のこれ、うまい酒っていうイメージがありますから、そこのね、もう楽しみで、もう飲みたいっていう感じのイメージが湧いてくるといいですね。次、浮世七坂、ここはちょっと間を取りながらいきます。浮世七坂まだまだ半ば、ここ切れるのもね、浮世七坂一泊七まだまだ拳が半ば、半ばをちょっとここ早く半ばで止まりますね。浮世七坂まだまだ半ば、まだまだ半ばね、止めて、で一拍半、ちょいと一息、ちょいと一息、縄のれん、ひと一息、縄のれんだよね。ちょっとのれをかぶる。ちょいとひと息、一拍して。縄のが母音ですから、拳と。のれん。ちょいとひと息、縄のれん。ね。じゃあ、浮世七坂から言いましょう。こう、間を取りながら。まだまだ仲間、ちょいとひと息、縄のれんね、見てきますね。次は二合とっくり、ぐい飲みでってね、またこれもまた酒にちなんだ、うまい酒を飲むときにやっぱ二合をね、たっぷりとぐい飲みでね、いくような感じですけれども、じゃあ次、二合っていうのをこう、2、5、5、5、6、2ですね。2はポンと置く。2、5はまた母音ですから、ちょっと反拍伸ばしましょう。5、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 
行きましょう。ちょっとね歌い上げますから、順にしっかりとグイ
Bye.
ありがとうございました。いつもチャンネル登録よろしくお願いいたします。